はい、今日もあなたと百姓天国、本日は7月の20、ね、木曜日、はい、暑いですよ、はい、今日午前中ね、もうピーカンでございます、ね、それでもね、どうですかね、1時の35度はいかない感じですね、この35度のね、このライン、多分今31、2度、ね、これだったらまだね、多少仕事ができるんですよ、はい。このね、2、3度が大きいです。35度超えたらもうアウトですね。はい、人としてはもう無理です。はい、ということでね、今日はスティックセニョールね、2番手、200株と、このドルチェオレ100株、これもドルチェが、これが2番手か、3番手か、覚えてないですけど、覚えてなくてもいいんです。ちゃんとこう、なんていうんですか、ある程度計画に沿って種まいてるので、苗ができたら植える。ね。苗ができたら植える。ある程度大きさになったらもう順次植えていけばいいんです。はい。だから、何番手とかね、家に帰ってパソコン見りゃわかりますし、ね、頭入ってなくても、ある程度計算、計画に基づいて種まいてね。これでまあ、どうせ 100% はできませんからね。大体7割ぐらいできれば、私の商売である設定野菜には何の問題もありませんので。ね、こんな感じで今これが2番手ですね、はい、の白菜いい感じですね。昨日またちょっとだけ雨降ったんでね、雨降ったけどほらもう午前中ではもう全然パラッパラに乾いてるからね、全然意味がないというね、はい、ということでこれもね、そのうちあんまりこの暑さが続くようだったら1週間に1回ぐらい冠水していきます。シャワーでねビャーって水やっちゃうのでということです。よいしょ、はい、ということで植えていきましょう。ところでね、彼には今スティックセニョールね、茎ブロッコリーの2番手を植え付けてもらってます。これで今日で2ベッドが埋まりますかね。ここ全部ね、ちょっと70メートルぐらいね、長いのでね、ぼっちぼっち。よいしょ、という感じです。よいしょ。よいしょ。こっからでいい。ね、いつも言いますけどね、キャベツやブロッコリー、レタスなどのね、こういう巻物は植え付けはどうでもいいです、ね、土の中にね、この部分が入っていればそれでいいということなので、特にね、どうということはありません。
今日は風がまだあるのでね、楽でいいですけど、昨日前で葉大根ね、ちょっと雨が降ったんでね、これで発芽すると思いますね。水もやりましたけどね、どんどん撒いていきますね。やっぱり飛ばされちゃうね。よいしょ。はい、100株ね、ドルチェオレ植え終わりました。まあこの辺りがね、戦力になってくれると9月あたりいいですかね。はい、しかしなこの暑さですけどね、こうやって黒寒冷紗貼っとけばね、大体生き残りますね。まあ植え付けて1週間ね、しっかり活着するまでが一つですね。活着してからで、まあ何回かね、たまにでいいので、あんまり乾くようだったら上からね、じょうろでも乾水シャワーでもね、まあ、僕はあのタンク、あの人参と一緒にね、タンクで水汲んできて、あのシャワーでビャーってやったりたまにねしますけれどもね、毎日やる必要はありません。油の中もね、そこまで手間はかけてられないんで、枯れそうな感じであればね。だからこうやってね、乾いてる時にマルチを張るんじゃなくて、できればね、雨が降って湿り気がある時にマルチを張った方がいいんですけど、こっからね、7月の今日20から8月にかけてはね、一番乾く時期なんですよね。だからできるだけね、この湿り気がある時にマルチを張った方がいいんですけど、マルチの中に湿り気さえあれば、まあ活着すれば枯れることはないんですけど、まあまあ難しいですよね、この時期は。やっぱりここからね、この暑さとの戦いなんで、はい、ということで、はいはい、だいぶね、今日はちょっと風があってまだ涼しいですね。はい、ということで以上ね、植え付けて、この後は防虫ネットかけて黒寒冷紗をかけるとね、ただそれだけですね。難しいことは何もありません。今日またかぼちゃのね、収穫、もう栗かぼちゃが今日は最後、そしてコリンキーと入っていきますね。どん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 こうやって、もう向こうの方からね、
直射日光当たるとねもうダメですので、このだんだんねこの栗かぼちゃと最後あの後半戦の栗かぼちゃね、これが今から出てきます。まだこれが8月とか9月以降ですね。そしてこの最後の雪化粧かぼちゃね、はい、ということで、はい、できてきましたよ、歯倉売り。ああ、これ出しましょう。来週から歯倉売り。ってことは、奥の方にバナナ幕張りができてるってこと？そうかい。はい、出さなきゃいけないね。はい。早いんですよ、こうやって。ね、よかった。ね、今の時期ちょっとね、品薄なので、野菜がね。もうちょっと後ろでもよかったけどね、7月にできんだね。早いな。予定では8月のね、そのお盆、8月の15過ぎるとほら、例えばもしナスがない場合、こうね、箱がスカスカになってしまうのを防ぐためにね、歯倉売り、こうやってね、歯倉売りはもう山ほどできますんで、ね、こういう風にね、はい、これも来週から出荷ですね、よかった。はい、ということで、来週からかぼちゃ2品種とこの歯倉売りね、もしかしたらきゅうりがね、がっくり来てるので、その代わりとして出してもいいっていうね、予定通りです。ね、こうやってリスクヘッジをね、どんどんしていきますね。野菜ができるなんて思ってたらダメですね。キュウリはダメになるかもしれない。ナスがああやって病気で壊滅していくかもしれない。それでも、しっかりと野菜を作っていくということですね。それであれば我が家は問題ありませんのでね。はいはい、このあとね植え付けて防虫ネットあったら最後ねかぼちゃの収穫ですね。はい、ということで、あ、この歯倉売りもねポツポツ取りますかね。あ、今週末でいいな。はいはい、以上です。それではまた。